ついに、モガ、ミガタ護衛艦が、VLS 装備のため、改造という情報をキャッチしました。今回は、モッガミガタ護衛艦への後日装備のはずだった VLS について見ていきます。日本の防衛を考える上でのガイドラインになっているのは、安全保障政策の基本指針として定められ、時の政府閣議決定で進められる国家防衛戦略です。2022年12月に、最新版の策定が行われたそうです。国家防衛戦略は、それ以前までは、防衛計画大綱と呼ばれていた文書で、2022年末に、現在の名称に変更になったが、その内容は、最後だった2019年度以後の防衛計画大綱の骨子をそのまま引き継ぐ形になっているそうです。その国家防衛戦略の中では、海洋国家として日本を防衛する中心に海上自衛隊を置いているようです。4個護衛隊群、2個護衛艦、掃海艦艇部隊群、6個潜水隊、哨戒機9個隊を、その戦力の中核部隊として位置づけています。それらの部隊に属する具体的な艦艇数の内訳ですが、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻体制が明示されていて、それ以前と比べると、最後の哨戒艦という艦種が新たに追加された状況と言えるようです。護衛艦54隻、潜水艦22隻体制は、2014年度以後の第25期防衛計画大綱から継続されているもので、その前の2011年度からの第22期の同護衛艦48隻、潜水艦は同数と比べると、体制像が打ち出されたものになっています。そんな海上自衛隊艦艇の中では、造成基調にある護衛艦ですが、2024年時点で、イージス護衛艦 DDG 8隻、ヘリコプター護衛艦 DDH 4隻、以下、汎用護衛艦 DD 等が装備されている状況になります。2023年度からの防衛予算案増額に伴い、護衛艦の中で最も高額なイージス護衛艦2隻の新規建造が決まっています。日本独自のイージスアショア代替目的のイージスシステム搭載艦2隻の建造も予定されています。一体、いくらお金がかかるんでしょうか。こうした状況下で、数の上で、今後の海事艦艇の中核となると見られているのが、2022年春から収益を開始したのが三型護衛艦で、直接的には、阿武隈型護衛艦 DD 代替目的で配備が始められた艦艇です。モッガ三型護衛艦の基本仕様は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0m、最大幅 16.3m、深さ 9.0m の艦隊で、海事艦艇としては、初の艦式号 FFM が付与された艦としてもよく知られているそうです。このモガ三型護衛艦新造にあたって付与された新たな艦式号である FFM について説明します。艦艇の規模を表すフリゲート FF、多用途、対機雷戦闘を表す M から命名されたと言われていて、汎用性の高い水上戦闘艦を目指していることが伺えるようです。モッガ三型護衛艦は、機関構成としてコダグ方式を採用、ガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジン2機を組み合わせていて、最大出力7万馬力で、最高速度は30ノット以上と公表されています。低燃費と高速性能の両立を図っている艦ということでしょう。兵装としては、62口径5インチのマーク45を、主砲として、1機、マーク41型 VLS を、1機16セル、近接防空用シーラムを1機、対艦攻撃用としては、国産の人7式 SSM-4 連装発射筒を2機、324mm の3連装単魚雷発射艦を、2機等の装備が前提となっています。フリゲートは、他国の排水量で言えば、4000トンから5000トン台の同クラスに分類されます。主兵装である VLS、垂直発射艦を32セルや24セル等装備していることと比べると、モッガ三型護衛艦の兵装は比較的抑えめと言えるかもしれません。しかし、モッガ三型護衛艦最大の特徴は、その外観から容易に想像できる高度なステルス性能なのです。環境上部に、複数のレーダーやセンサ類がきれいにまとめられ、
敵のレーダーへの反射弾面積低減を強く意識していると見て取れます。それだけではありません。目下、身型護衛艦は小人化にも注力されていて、定員の乗組員数は約90名とされています。同艦が代替対象とした阿武隈型護衛艦は120名ですから、25% も乗組員数の削減を実現した艦艇になっています。さらにもが、身型護衛艦は、満載排水量5500トンもの大型水上戦闘艦なのに、従来は、もっと小型の専用掃海艇が担当してきた対機雷戦闘を行う能力も与えられているので、コンセプトの多用途性の実現が図られていると言えましょう。この追機雷戦闘用としてもが身型護衛艦には、専用の対機雷戦用の99-11ソーナーシステムを実装しています。また、無人機である、機雷排除用の水蒸気、USV と、機雷捜索用の自立型水中高層式機雷探知機 UUV、OZ-5 を運用する能力も備えているそうです。敵の散布した機雷を取り除く機能に加えて、目下、身型護衛艦は、簡易型の機雷敷設装置を実装するので、自身が機雷敷設もできるようになっていて、有事の際には、対象となる海上封鎖にも、その能力が期待されているのです。数々のこうした新機軸の導入によって、多用途な水上戦闘艦として、これまでの海上自衛隊の艦艇にはない機能を実現させたのが身型護衛艦。阿武隈型以後の初雪型や朝霧型の DDO も、すべての大隊となるべく22隻という大量の建造も考えられていると推測された時期もあったそうです。特に2018年度に出された関係文書の中には、目下、身型護衛艦は2018年度以後2037年度までの間に総数22隻を建造し、各々の艦艇を建造から40年間維持、運用するという記述があり、前述の推察が現実味を帯びていたようです。しかし、2023年1月末、防衛装備庁が、目下、身型護衛艦の次級となる新型 FFM の企画、提案を行う事業者を募る工事を行ったのですが、同艦の建造は、2023年度分までの累計12隻で終了することが明らかになりました。ここで、防衛装備庁は、新型 FFM を、2024年度分から10隻新造する方針を示しました。さらに、同年8月末には、新型 FFM の建造を、2024年度から2029年度までの6年間で、総数12隻とすると発表したのです。この方針変更の理由は、現行のもが、身型護衛艦の使用に、不十分な点があると判断したせいだとは説明されていませんが、日進月歩を続ける軍事技術の速度に対して、既存艦を、22隻も建造を続けることに疑義が生じたと見る向きが多いようです。さて、さらに、新型の FFM 建造計画も動き出した中で、既存のもが身型護衛艦は、6番艦阿賀野が、すでに、2022年末に進水を終えており、2024年3月には実戦配備される予定です。そして、7番艦に、淀と8番艦優別も寄港されています。ちなみに、これらの艦名は、日本の河川に由来しています。に、淀は、ニヨドブルーが、有名な四国の川ですし、湧別は北海道の湧別川ですね。残る4隻のもが身型護衛艦も、計画通りに、2023年度計画で2隻、2024年度計画で2隻が建造予定で、2025年度分以降では、2隻の新型 FFM の建造費用として1747億円を予算要求する予定らしいです。このようにもが、身型護衛艦の建造が続く中で、2024年3月6日に、海事の幕僚長が行った記者会見で、同艦の主兵装であるマーク41型 VLS について、1番艦もが、身から、10番艦までの10隻に、新造時に装備されないことへの質問が飛びました。目下、身型護衛艦の主兵装である、マーク41型 VLS 1機16セルは、10番艦までは、建造時には実装されず、後日装備という対応が続けられていたためで、
一部の SNS 上では、この事態を憂慮して、目下、身型護衛艦の戦闘能力を疑問視する声も上がったほどです。目下、身型護衛艦のマーク41型 VLS 1機16セルについては、運用すべきミサイル選定に時間がかかるとして、今日に至るまで実装されていません。予算は、2024年分まで調達が組み込まれているのですけどね。前出の幕僚長は、この質問に対し、目下、身型護衛艦へのマーク41型 VLS 1機16セル装備についての時期の明言は避けましたが、予算は確保済みなので、しかるべき時期に、部隊運用に支障が生じないタイミングで実装すると返答したそうです。折しも、ちょうど、オーストラリア海軍が、既存のドイツ MEKO200 型フリゲートをベースとした同海軍のアンザック級フリゲートの代替艦の候補の一つとしてもが、身型護衛艦を挙げたこともあって、世界でも注目されているようです。2023年11月13日、アメリカの民間の非営利団体海軍研究所 USNI、ユナイテッド・ステイツ・ナバル・インスチチュートは、日本最大級の軍艦が F-35B ライトニングに戦闘機運用に必要な試験を受けるため、2024年にアメリカ東海岸に来航する予定であると発表しました。今回の主題は、護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証試験です。改造後、初めての長期航海に出る加賀が、そのまま F-35B を加速艦載しての寄港となったら、中国への抑止効果になるなんていう声もあるようですが。さて、USNI が言っている日本最大級の軍艦というのは、海上自衛隊が世界に誇る出雲型護衛艦のことです。2023年10月末、海上自衛官と航空自衛官で構成された日本側の視察団が、アメリカ東海岸や大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船し、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているのです。USNI の分析によると、プリンス・オブ・ウェールズが試験をしている同じ海域で、空母化改修後の出雲型護衛艦が、F-35B 運用に関する様々な試験を行うのではないかということです。日本政府と防衛省は、2013年、平成25年以降、海地が保有している出雲型護衛艦2隻を空母とする作業を進めていたと同時に、垂直離着陸可能な F-35B 戦闘機の購入も計画していました。現時点で、F-35B 戦闘機は、およそ42機の購入を予定しているようです。この機体を運用する飛行隊を、新たに航空自衛隊内に作り、宮崎県新富町の新田丸基地に配備すると公表しています。九州に配備する理由として、南西諸島空域でのスクランブル発進に最速で対応するためであると同時に、台湾有事も視野に入れているということでしょう。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは、前述の通り、アメリカ東海岸での無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているので、前述の UNSI が、同様のテストを出雲型護衛艦でも実施する可能性を推測しているのです。姉妹艦のクイーン・エリザベスと並んで、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定のプリンス・オブ・ウェールズ。36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターの搭載能力を持つ空母です。クイーン・エリザベスが女王艦なら、プリンス・オブ・ウェールズは皇太子艦ですね。この船体は、4つの地域、
ポーツマス、ロサイス、バロー・インファーネス、クライドで、BAE システムズと VT グループが建造を担っています。最終組み立てを、スコットランドのロサイス造船所の1号館ドックで行うそうですが、ここは、クイーン・エリザベスの改修工事も行われた場所でした。2022年8月27日、プリンス・オブ・ウェールズは、アメリカ東海岸での演習公開ウエストラント22に参加するため、イギリスのポーツマスを出港しました。しかし、出港直後に、右舷推進部の結合部や舵に損傷が発見されたため、演習公開は中止となりました。さて、どうしたか、皇太子に代わって、女王が9月8日に出港することとなったのです。ウエストラント22で予定されていたプリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期になったのは言うまでもありません。英国放送協会 BBC は、この損傷について、アメリカへの演習に出発した直後に故障し、足を引きずりながら戻ってきたとからかいましたが、シャレになりませんよね。プリンス・オブ・ウェールズは、修理のためロサイス造船所に入居しました。しかし、クイーン・エリザベスの部品取りにされているという悪質なデマが流れたこともあって、国防大臣が慌てて、これは一時的な応急処置と釈明する事態になってしまったのです。修理と能力強化のための改修に約9ヶ月を要しました。プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日にドックを出て、28日には CH-47 ヘリコプターが飛行甲板に着艦する画像を SNS に投稿していました。10日後の7月31日には、映画トップガンマーヴェリックに登場するセリフをパロディ化したような文章を投稿、皇太子艦の飛行甲板の運用再開をアピールしたのです。一方、軽空母への改修が完了した海事護衛艦加賀ですが、2023年11月17日、母港呉基地へ帰還しました。長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけです。偶然なのか、旧日本海軍の空母加賀の進水日も、同じ11月17日だったので、運命的なものを感じるという声が上がったとか、アメリカ東海岸への派遣艦破壊が担るのではないかと噂されているようです。あるいは、アメリカ海兵隊やイギリス海軍の F-35B 戦闘機を使用して、空母としての機能を確認する目的ではないかとも囁かれています。出雲級の空母化については、発着艦機能整備に加え、艦隊内の本格的な改装もまだ構想段階です。既存の F-35 キャリアを参考に課題を洗い出した後、2万6000トンサイズにあった空母化改修を行うと思われますから、空母としての機能を完全に備えるまでには、かなりの時間がかかってもやむなしと考えられるのです。話は変わりますが、艦艇排水量のうち、満載排水量とは船そのものの重量ではなく、燃料や乗員の体重、水や食料などの積載貨物を加算した総合重量です。強襲揚陸艦の場合は、運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれるわけですね。つまり、上陸作戦要員がいる分、空母より広い居住スペースが必要で、装備には大きな戦車やトラックがあるので、車両庫等のスペースも必要です。上陸作戦関係の重量が増えたから、航空機の運用能力が拡大するわけではありません。スペースもスピードのそのままです。また、加賀が空母化しても、艦載機である F-35B の購入や、空自パイロットや整備員の養成もこれからの話なのです。何も始まっていないということですね。こういった過程を追話しても、搭載可能な F-35B はたった10機ですから、戦力では、中国海軍やアメリカ海軍の正規空母とは、全く比べ物になりません。戦力にならないなら、別の使い方を考えなければなりません。そこで、最有力と思われる使用方法とは、イギリス国海軍空母のように、アメリカ海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として使用することではないかという意見があるようです。もう少しプリンス・オブ・ウェールズについて見ていきます。前述のように9ヶ月もの改修と大幅な能力強化を受け、2023年7月21日には
スコットランドのロサイスのドックから出てフォース川に入り、母港ポーツマスへの帰路に着きました。その途中、7月29日には、プリンス・オブ・ウェールズの公式 X に飛行甲板が使用再開されましたと、ヘリコプター CH-47 チヌークの着艦写真とともに投稿されました。その2日後の7月31日、飛行甲板の再開に関して、投稿が再びありました。映画、トップガン、マーヴェリック内でのセリフをパロディ化したものと思われる内容です。飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレーテーブルを元の位置に戻し、着陸準備をしてください。フライトデッキは営業中ですというユーモアのある投稿でした。それに対して、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。一度、穏やかなベルファスト港を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントも寄せられていたそうです。プリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は、台湾有事が起きた際には大活躍してくれると期待する向きも多いようです。ところで、プリンス・オブ・ウェールズはイギリス海軍の艦艇ですよね。ということは、基本イギリス領海にいるのではないでしょうか？となると、台湾有事の場合、イギリス本国から駆けつけるとしたら、相当時間がかかるのではないかと心配になってしまうのは筆者だけでしょうか。2004年7月25日、陸上自衛隊の森下康臣陸上幕僚長は、小笠原諸島の南鳥島で、地対艦ミサイル部隊の発射訓練を実施する計画を発表したとの情報をキャッチしました。今回は、防衛省ついに、本気で、南鳥島に、地対艦ミサイル射撃場を整備かを詳しく見いきますね。日本で、長射程の訓練場ができることによって、自衛隊が強化されていきますね。アメリカやオーストラリアなどの海外でしか行えなかった、これらミサイルの国内での射撃訓練が可能に。これはやばいね。現在の日本の領土の中でも、最も東に位置し、太平洋上に浮かぶ離島が南鳥島であり、行政区分上では、東京都の小笠原諸島の小笠原村に属し、東京都の都心部からは、南東海上のおよそ 1950km ほども離れている。そのため、南鳥島は、東京からは、船舶では、片道4日から5日はかかる離島で、航空機でも、同4時間ほどは飛行しないとたどり着けない場所にあり、同じ小笠原諸島に属する有人島の父島からでも、およそ 1200km ほどの距離がある。南鳥島は、太平洋プレートの上に位置する日本で、唯一の陸地としても著名で、上空から見た形は、綺麗な三角形型をしており、周囲の海岸線の長さは、およそ 6km ほど、一辺あたりだと、およそ 2km ほどの大きさしかない。よって南鳥島は、総面積で、およそ 1.151km ほどの小島であり、この面積は、ちょうど、皇居と同程度のものであり、標高も、最高で、海抜9メートル程度しかない平坦な地形で、現在は海上自衛隊や国土交通省の担当者が交代で常駐している状態である。つまり、現在の南鳥島には一般の民間人は居住しておらず、入島も禁じられているため、
先に挙げた海上自衛隊や国土交通省の担当者が、気象観測等の公務で常駐を行っている状態であり、まさに日本の絶海の孤島と言ってよいだろう。もう少し詳しく南鳥島における現状を述べると、海上自衛隊は同じ小笠原諸島の硫黄島から南鳥島航空派遣隊を置いており、国土交通省は傘下の気象庁が南鳥島気象観測所、関東地方整備局が南鳥島港湾保全管理所を配置している。これら3つの組織の南鳥島への常駐者は20数名に過ぎない小規模な体制ではあるが、同島にはおよそ1400メートル弱の滑走路が1本だけ設けられており、空路による常駐員の出入りや生活に必要な物資の搬入が行われている。この空路による輸送には航空自衛隊の C-130H 輸送機や海上自衛隊の C-130 ラウンド輸送機が主に従事しており、なんとか前日の南鳥島の唯一の滑走路を使用して任務に当たっており、神奈川県の厚木飛行場からはおよそ3時間半ほどの飛行時間を要する。この一本の短い滑走路に加え、南鳥島の南部には鳩場も完備されてはいるが、同島の周囲は珊瑚礁で囲まれていることから大型船が近づくことはできず、海上補給は大型船から下ろす小型のボートによって行うことしかできない状態である。そんな南鳥島が2024年7月末に日本のマスメディアによって一斉に取り上げられる事態が発生したが、これは同島に対して陸上自衛隊が地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画を公にしたことによるものであった。陸上自衛隊の森下幕僚長は2024年7月25日に記者会見を行い、同隊が保有する地対艦誘導弾の射撃ゾラ連が可能な施設を2026年度中を目途に南鳥島に整備する予定であることを述べ、すでに行政上の管轄者である東京都や小笠原村に説明を行っていることを明かした。ちなみに、現時点で陸上自衛隊が保有している地対艦誘導弾といえば、2012年度から調達が行われている人に、意識地対艦誘導弾がこれに該当するが、同兵器の最大射程距離はおよそ 200km 弱というのが、一般的な解釈となっている。それでも、これまで、日本国内には、射程距離が 100km を超えるミサイル用の射撃場は、存在していなかったため、人に、意識地対艦誘導弾の発射訓練も同盟国であるアメリカや準同盟国とも言うべきオーストラリアの射撃場に赴いて実施してきた経緯がある。しかしこうしたアメリカやオーストラリアなどの射撃場で陸上自衛隊が人に意識地対艦誘導弾の発射訓練を行うという従来までのあり方は、その装備の輸送や運用を行う要員の移動を考慮すれば非常にコストがかかっているであろう点は想像に難くない。また、そうしたコスト面での負担という観点からは、人に、意識地対艦誘導弾の発射訓練そのものの頻度が非常に限られてくると同時に、訓練に参加できる部隊や要員数も同様であり、運用練り度の向上が図りにくいことも容易に想像できる。そうした面を踏まえれば、今回報道されたように、南鳥島に、ミサイル用の射撃場を新たに整備することは、地対艦誘導弾の訓練の頻度を上げることに確実につながり、その練り度維持と向上に寄与し、引いては日本の防衛力の底上げに直結するだろう。今回の記者会見の席上において、陸上自衛隊の森下幕僚長は、南鳥島にミサイル用の射撃場を新たに整備すごととした理由として、同島は周囲を飛行または航行する船舶数が極めて少数であること、すでに海上自衛隊の基地が置かれていることを挙げた。また、南鳥島に既存の海上自衛隊の基地が存在することは、ミサイル用の射撃場を新たに整備する上で、その必要な用地を転用することが容易である点も大きなポイントとなっており、新たな買収等を国や防衛省が行う必要がない点も大きいようだ。防衛省側の説明によれば、南鳥島に設けられるミサイル用の射撃場は、同島の西部に整備される方針であり、ここから、
同じ小笠原諸島の有人島であるおよそ 1200km ほどの距離がある父島、母島方面の西方海上に向けて実施される予定とされている。現在の陸上自衛隊が装備する人に、意識地対艦誘導弾は、前述したように最大射程は 200km 弱であるため、これであれば、何ら、父島、母島に危険を及ぼす可能性は著しく低いと思われるが、今度を考慮すれば、安全面の考慮は、外せない課題となるだろう。というもの人に、意識地対艦誘導弾は、すでに、射程距離を大幅に延伸した能力向上型の開発が急ピッチで進められており、これは、2018年末に、最後の防衛計画の大綱、現在は、国家防衛戦略に、名称変更済みや中期防衛力整備計画、現在は、防衛力整備計画に名称変更済みで打ち出された施策だ。これによって、既存の人に、意識地対艦誘導弾は、ミサイル本体にステルス性能を加え大型化した、いわば別物とも言うべき存在になりつつあるが、一応、名称上は、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型という言い方で、その機能拡張版という位置づけとなっている。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、まず、はじめに、射程距離を、およそ 900km ほどまで大幅に延伸する計画であり、最終的には、これを、同 1500km ほどに持っていくことが予期されており、国産の長距離打撃兵器の中核を担うものとなるだろう。こうした大幅な射程距離の延伸を目指す人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型だが、従来までの陸上配備形式、自発型に加え、艦艇に搭載して運用する形式、艦発型、航空機の搭載して運用する形式、空発型も並行して開発が進められている。これら人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のプラットフォームの多層化を、国産で実現するまでの隙間を埋める装備として、防衛省では、アメリカから、トマホーク巡航ミサイルの調達も同時並行で進めている最中となっている。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、ベースである、人に、意識地対艦誘導弾と同様に、元は、沖合の敵艦艇を攻撃する用途で開発されたものだが、同時に対地攻撃も兼用する兵装となることが謳われており、今の時勢に合わせた運用用途の幅の増加が見込まれている。そもそも、現行の人に、意識地対艦誘導弾が、最大射程およそ 200km 弱に設定されていたのも、当時の日本の防衛方針は、東西の冷戦時期から長らく続いた自衛隊の専守防衛という、テーゼに合わせたものだったと、個人的には推測している。これが、増強と膨張を続ける中国軍が装備する各種のミサイル類の射程距離が大幅に伸びたことで、日本側もそれに対応する必要が生じ、敵の迎撃用の防空ミサイルの射程圏外から攻撃する手段を保有する必要が生じた結果であろう。